南手鹿賀駅は北海道川上郡手鹿賀町あざ熊牛原野にあった北海道旅客鉄道線も本線の駅。駅番号は B63。電報略号はみて。1977年の南手鹿賀駅と周囲約500メートル範囲。上が網走方面。駅舎側の端式ホーム一面一線でかなり早い時期に貨物取扱いを止めていて、 駅裏の副本線は撤去されて久しく草むしでほとんど跡形もない。駅舎横の串路が若も積み下ろし場の引っ込み線がまだ残されているが荷物扱い廃止後に一旦撤去されその後保線車両用に再び引き直されている。国土交通省国土地理院地図空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成開業時点で所在地名の 熊牛がすでに火星鉄道で用いられていたため、手鹿川駅の南方に所在することから南手鹿川とした。地上駅で一面一線の単式ホームを有していた。マシュ周駅管理の無人駅。かつては貨物ホームや側線を有していた。駅舎は車掌車が転用されていた。1929年の開業時から使用されてきた。 旧駅舎は1986年10月、駅舎の取り壊しを条件に公開入札が行われ、弟子鹿賀町の建設会社社長によって落札、解体された。また、廃止時の駅舎は、郷土資料として活用するため、2020年6月に駅舎が移設された。駅前には、倉庫、商店、住宅が数軒あるのみで、広大な牧場地帯である。 ありがとうございます。